ビルジニー・ラザノは、フランス・ディジョン出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス1勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス16位、ダブルス82位。ラザノは、父親が警察官、母親は幼稚園教師という家庭に育った。ジュニア選手のトーナメントでは、1999年、 全豪オープンジュニア女子シングルスダブルス優勝2000年全仏オープンジュニア女子シングルス優勝がある2000年の全仏オープンでは本戦でもマリーピエルスとの3回戦まで進出した2001年全豪オープンでマルチナ・ヒンギスとの3回戦に進んだ後2月のパリインドア大会ダブルスでイバマヨリと組んで初優勝を果たす 全仏オープンで2年連続の3回戦に進出した、ラザノは、第14シードのジュスティーヌ・エナンに3から6、4から6で敗れた。この年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのフランス代表選手に選ばれ、2002年と2004年、以外はフェド杯の試合に起用されてきた。その後の3年間、ラザノは大規模な大会での好成績が少なかったが、 2004年のウィンブルドンで予選3試合を勝ち抜いた後、初めての本戦3回戦に進出した。本戦1回戦で第8シードのスベトラーナクズネッツワを7から6、3から6、6から4で破るバンクルワセを演じた後、3回戦でリタグランデに敗れた。2年後の2006年全米オープンでラザノは初めての4大大会4回戦進出を決めた。 この大会では、2回戦で当年度から、現役復帰したマルチナ・ヒンギスを6から2、6から4で破る勝利を挙げ、3回戦でも、エストニアのカイア・カネピに勝ち、7度目の挑戦で初めて、4大大会3回戦の壁を破った。初進出の4回戦では、ディナラ・サフィナに0から6、5から7で敗退している。ビルジニー・ラザノの2007年度の4大大会成績は、 全豪オープンと全米オープンの2回戦止まりであったが、9月末に中国、杭州市で行われた大会で、ついに女子ツアー大会シングルス初優勝を達成した。彼女にとっては、プロ入り8年目の遅い快挙であった。翌週のジャパンオープンで来日したビルジニー・ラザノは、決勝で、第1シードのビーナス・ウィリアムズを4から6、7から6、 6から4の逆転で破り、2週連続優勝を果たした。2008年、彼女は、北京五輪で、オリンピックのフランス代表選手に選ばれた。初出場のオリンピックでは、シングルスは2回戦で、エストニア代表のカイア・カネピに敗れ、アリーゼ・コルネと組んだダブルスは1回戦敗退に、終わった。2009年の全仏オープンにおいて、ラザノは、 地元開催の4大大会で初の4回戦進出を決める。地元、フランス人の女子シード選手だったアメリ・モレスもマリオン・バルトリー、アリーゼ・コルネが次々と早期敗退してゆく中でラザノとアラバン・レザイの2人が4回戦まで勝ち残った。ラザノは4回戦でサマンサ・ストーサーに1から6、2から6で完敗したが、 この大会で2006年全米オープン以来のベスト16、入りを果たした。それからウィンブルドンでも4回戦に進み、フランチェスカ・スキア・ボーネに2から6、6から7で敗れた。9月に、自己最高の世界ランキング16位を記録している。2011年5月16日に、ラザノの元コーチで婚約者のステファン・ビダルが、脳使用のため32歳で死去した。 直後の全仏オープンには悲しみをこらえて出場したが、1回戦でやる、ミラガイドそばに3から6、1から6で敗退した。2012年全仏オープンでは1回戦で、セリーナ・ウィリアムズを4から6、7から6、6から3で破る主君を挙げた。セリーナが4大大会の1回戦で敗退したのは、初めてであった。2回戦で、 アランサルスに3から6、6から7で敗退した。ラザノは2018年6月のモンペリエのサーキット大会に出場したのが、最後になり35歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2000年全仏オープン2回戦と2009年ウィンブルドン3回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。